12月1日に、二十歳となられる天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが奉還大受賞を授与され、儀式で着用するティアラは着用されることが報じられた16日、ネット上では賛否の声が上がった。これまで、女性皇族は、制限したとき、ティアラを作ることが多かった。今回は、コロナ禍の影響を鑑みて慎重せず、 天皇陛下の妹である黒田さ子さんに借りて行事に臨むことになったという。ネット上では黒田さ子さんが使っていたティアラだからこそ借りたい。という思いも愛子様は持っておられるかも。おば様から受け継ぐって素敵なこと。天皇皇后両陛下が世の中の事情を考慮された結果。と好意的に受け止める意見がある一方で。 悲しいね、作ってあげてほしい。ぜひ作っていただきたかった。ま子さんかこさまも、自前のものをお持ちでしょう。天皇陛下の娘さんである愛子さまが、借り物なんておかしい。と、異論を唱える人も参見された。